別府市美術館は、大分県別府市大技別府技、野口県にある公立美術館である。明治時代から昭和初期にかけて活躍した安井宗太郎、梅原龍三郎、福田平八郎、小磯良平、朝倉文夫の作品や、大分県出身の富永一郎、宇治さん、鉄平、片田徳郎、江藤明らの作品を常時展示するほか、企画展示室。 市民向けのギャラリーを備える。また、ロビーには美術館設立に寄与した実業家佐藤慶太郎の胸像や別府を描いた風景画が展示されている。福岡県出身の実業家佐藤慶太郎の寄付をもとに1950年に設立された九州で初めての公立美術館である。その後、1984年にかつてホテルだった建物を利用して、 承認が浜町で開館。しかし、老朽化が進み、2016年4月の熊本地震によって、給水設備に不具合が生じ冷暖房が使えない状態になったことなどから、同年7月1日から休館。休館中は、野口ふれあい交流センターを代替施設とし、企画展などが開催された。別府市は、大分県から野口県の旧大分県立社会。 教育総合センターの払い下げを受け、2017年10月12日に別府市美術館を移転。新美術館は鉄筋コンクリート構造を2階建ての施設で、承認が浜町の旧美術館の2倍以上となる約3300平方メートルの延べ床面積を有する。なお、別府市では将来的に別府市美術館と別府市立図書館とを一体整備する方針で、 基本構想の策定が行われている。1972年に完成したホテルの建物を使用して1984年に開館したもので、鉄筋コンクリート構造を2階建てであった。一転後の跡地には、隣接する別府海浜砂油が拡張整備される予定である。ありがとうございます。